さんになるんで、ね、そうするとちょっと正常化するような感じ、あのこういうのはね何でも言ったもん勝ちですからね。あの最近本当つくづく思います。なんやかんや38年生きてきて思ったことは、言ったもん勝ちってところは結構あるなっていうのがありますんで、ね、言ったもん勝ちの結果ね、だからそれこそ、YouTube だとね、明日の話題さんとのコラボもできましたし、言ったもん勝ちですもんね、あれも。でし、学生時代だったらね、谷川俊太郎さんと灰谷健二郎さんのこと、ね、食事する機会をね、無理やり作りましたからね、うん、言ったもん勝ちですもんね、本当に。うん、そう、っていうこともありますからね。うん、何もなかったら普通に多分何もなかったままですかね。ただまああのこうあこれでハンチャンあったんですけど、まあハイタイさんの場合はちょっと組んでもらったところありますけど、谷川さんの時は、かなり無理やりご助手して、うん、その説はね本当メリーゴーランドの、陣太郎さんとかね、めちゃくちゃお世話になって、増田さんにもね、めちゃくちゃお世話になったんですけどね、実はね、うん、あるんですよ。あのまあ愉快人の人なんですけどね、有名な、絵本屋さんなんですけど、ね、あそこの、店長さんとかね、結構お世話になったんですよ。そう、まあ当時、いや考えてみたら当時からまだやってたんだな。それがだから何どっちか先だ。ちょうどねこの前に大した時のやつだったんでね、あっつってね、あっつってね、どっちが先だ。まあこれあの2000年の高2の時のあの究極に忙しかった時のあのスケジュール帳ですね。この時期やかったんだって、もうしわまんバカバカ入っとるわ、課外修行でドーンと潰れとるわ、でそのまま次の日に、なんか研修行ってるな、どこ行ってんだこれ、宇都宮じゃないか、富士見市、あ行ったわ、研修1日だけちょっとこの日、あの課外授業の日をちょっとポンと飛ばして、そう、月曜日、土平日って工場の研修だったんで、うん、あの研修って言ってもあの、リサイクルの環境問題に関するレポートをなんか書くみたいな話になって、夏休みにね、自由研究とかでもなく、なんか生徒会のやつでやったんですよね、だから生徒会メンバーで行ったんだよね。そう、そのやつも勝ちで何かいい方法ないかなみたいな話をしとったアペックスさんの人がなんかと声をかけてくれて、そっちの方でその学生さんがそういった環境活動に取り組むのをなんか支援するプログラムみたいな話が出てたらしいんですよ。で、それでその時にちょっと画面変えようかな、その時にたまたまそういう話をしたら、あ、うちでそういうようなその研修ねとかあるんで、ちょうどじゃあ学校さんとコラボっていう方、生徒会さんだったらちょうどいいんで、生徒会の方かとそういった環境問題にあのその、意識のあるその生徒さんと、にその援助する形でそのリサイクルの模様とかをあの、あですかアテックスさんってあの高速道路でもどこでもいいです。だいたい紙コップで出てくる自販機あるじゃないですか。あれをやってるところのほぼほぼのシェアを持ってるのがそのアペックスさんっていうところで、だいたいの紙コップドリンクのベンダーのところがそのアペックスさんなんですけど、そのアペックスさんのところがじゃあどこですかって言って、じゃあぜひうちのそのいう予定があるんで、それと一緒にちょっとかませて、やりませんかってなって、そしたらそのアペックスさんからあのまあ、かなりガツンと、というかほぼ全額ですね、全部持ちでこっちでも予算組んであの見てもらえるようにあのこっちで段取り組みますんでって言ってアペックスの人が動いてくれて、それ助かるわって、こっちで工場でアポ取ってどのこうのするのめちゃくちゃ大変だなと思って、どうしようかなと思ってたんで、だってそのリサイクルの工場にどうやってつてを持ってたらいいのかとかわからなかったんでね、うん、そうしたら、まあ当然ね、アペックスさんはアペックスさんで、その、かあの、あと回収した紙コップを、当然アペックスさんのところで回収したのが、当然そのまま業者さんに流れてっていう流れがあるんで、当然、あの、ワンサイクルで全部その、ね、その、情報も持ってますから、それにもう完全に乗っからせてもらう形でね、行ってね、それはね、それはすごかったです。ここだけ切り抜きとこうかな、それはね、ほんとすごかった。あれはね、ですから、夏31日に行って、そう、当日ね、懐かしいな、ちょっといろいろと思い出してきたから、ちょっと話そうかな、当日、なんだっけな、名古屋駅集合だったっけな、名古屋駅集合だったっけな、近鉄名古屋駅のところでポンと落ち合って、
で、大阪支社の人が来てたんだったっけな、関西弁の人だったんでね、多分、大阪支社だったと思う。あ、帰りもそうだ、近畿特急乗ってたからそうだ、うん、大阪の人だわ。で、よろしくお願いしますってなってて、最初話をしとった営業の人がおって、でもう一人どう見てもお依頼さんだよなっていう感じのすごくちゃんとしたスーツ着た人がおって、あ、今回ちょっとそういったね、弊社のそういったプログラムで参加したいって、ね、言っていただいてる学生さんが、ね、熱心な学生さんがいるって聞いたんで、ちょっと私もやってきましたって言って、確か課長クラスだったかも、ちょっと当時なんでね、先生同士で名刺交換してたんで、ちょっとうち詳しく役職は見てなかったんですけど、あとこっちは顧問の先生来てもらった、あれ T 先生だっけ、 K 先生だっけ、いや K 先生ってことはないか、当時だから H 先生か、いや H 先生来てね、多分 T 先生、来てたっけな、多分来てた、確か来てた。で、生徒会から3人行って、うちと、あ、そういうこと初期の時に絶対やってくれた T 君とね、あと N 君っていう、やつですね。今、職種やってたっけな。うん。3人中、1人ばっか、私ばっか担当だったんでね。そう、うちは中途で。で、もう1人が、だってつくば行って、つくばの工学ですよ。どうなったの、同理系の。うん。まあ、だからもう計算関係の話。全部丸投げしとったり、私が全然計算できやまま座っていくっていうね、このパターンだったんですけどね。まあそんなことは言って。で、あとが、あいつは、明治か。明治のロースクールっていうんですね。で、そのまま、司法書士だよな、確か。うん、勉強してなんか司法書士の方になってたっていう、うん、やつとか。っていうメンバーで、ね、いたんでしょうね。うん。で、そう。一番印象的だったのは、最初、あ、これは、やらかしたかなと思ったのは、やらかしたとかね、これはちょっとまずいことになったかなと思った。最初ね、チケット配ってくれたんですよ。そしたら、新富士までの、新幹線チケットで、近鉄からだと、そのまま乗り換え口のところからね、直接乗れるんで、もうここでお渡ししておきますってね、もらったんですよね。うん。チケットは、はい、ありがとうございます。そしたら、おぉ、さすが、ちゃんと、富士見、新富士駅までのね、新幹線、まあ、こだまですけどね、指定席で取ってくれてあるわっていうね、やったやったーって言ってね、久しぶりに新幹線やなーって言って、新幹線、そんな、新幹線まで出してもらって、悪いなーって思いながらね、おったら、いかにも、お依頼さんですよって感じの人がね、パッと見た瞬間に、まるまるくんさ、うちの会社ってお客様に指定席乗せる会社だったっけ、大変失礼いたしました。パーッと回収して、さあ、丸口のところに急いで行って、チケットがグリーン車に変わって、大変失礼いたしました。あれいや、初めて、コラマンのグリーン車、初めて乗ったその時でしたね。まだバリトクコラマンも何もないような時代ですからね。うん、なぜ、あれ2000年の夏だよな。そう、2000年の夏だもんな。うん、2000年の夏だもん。ですから、2000年の夏だから、全然そんな今みたいな、みんなフォードクビップとかもない時代で、まあ、コラマのグリーン車に学生で乗るなんてことないですから、そうだ、グリーンのマークついたよ、おいおいおい、おいおいおいってなりましたけど、じゃあ、ありがたく乗らせてもらおうかなって、そのことだね、じゃあ、これ、全部のコンボッチで、いやいや、大丈夫かね、なんか、すっげえ、スペシャリストかなんかと勘違いされてる俺ね、ビビンタがね、新幹線乗ってるのは、小玉のグリーン車に乗ってる、足でグリーン車やね。当時なら300系でしたけどね、うん。これ300系の、100系ワンチャン小玉だと走ってるぐらいの時代ですけど、確か300系だったの、タイプは。で、300系で、駅に着いたら、ちょうどお昼前ぐらいになったんで、ちょっと早めにですけど、ご飯を食べましょうってなって、富士なんかあっちの方で蕎麦が有名なんですよ。蕎麦とかわさびとか結構有名。お水がいいんでしょうね。で、有名で、ちょうど駅前に蕎麦屋さんがあったんだよね。
で、じゃあ、例えばそちらでご飯にしましょうってなって、そのお店で一番高い、解析みたいな、小解析みたいな感じのね、完全に、午前ってやつですよね、ご飯セットみたいなのが、ボーンと、注文で入って、これにして、これで、みんなこれで、食べないで少ないですかって、ああ、自分大丈夫です。メニュー表のね、ピュッて一番、ね、値段の一番ピュッと、ね、一番ね、豪華ですよって感じで、ピュッと最初これで、何枚入れるんですね。当時で確か、このぐらいだな、3000ヤマダぐらいかな。1000円単位するヤマダ。3ヤマダとかにしようか。3000ヤマダってなんかちょっといやらしい感じですね。3ヤマダにしようか。3ヤマダにしよう。今、何て言うんだったっけ、通貨のデフォルトじゃない、こういうの何て言うの、出のみ。出のみって言うんですよ、こういうの。通貨単位のね、引き上げ。出のみ。ネーションっていう。略して出のみって言うんですけど。出のみを行います。今のこの5分、10分とかね、3分40分喋ったのか、俺。何でもすげえな。で、だから3、確かね、1人様あたり3ヤマダぐらいの、お料理がポンと出てきましたね。わお、俺だって高校のね、その同級生メンバーで、ね、ちょっと構造見学するぞぐらいのね、感じだったんでね、最初ね、本当に、ちょっと工場をちらっと見て、それっぽいこと書いてると思ってたんですけどね、全然話しかかってきて。で、当然、そこまでやってもらってるんでね、当然、その学校に出すだけじゃなくて、その会社さんにもね、そのレポート出すわけですよ。やべえぞ、やべえぞーと、で、しかも、どっちかっていうと、役割的にね、まあ、理系メンバーじゃないですか、あ、いや、待てよ、N は文系だ、あいつ工学なんだから、文系ですけどね。で、まあ、ね、まあ、頭いいこと担当じゃないですか。で、まあ、完全に頭悪いことを担当、かつ、一応文芸部じゃないですか。文芸部の副部長で、まあ、その後、全国大会行ってますし。で、やってたんで、文芸活動でやってたら、一応文章書けますよ、なんで私もついてきますよ、みたいな感じだったんで、これちゃんと書かんとパーツみたいでいいかと。いや、待てよ、と。で、まあ、今ならね、もうビジネス文章もうバリバリ作ってますよ。ね、なんでね、今だったらそんな全然そうな緊張することないんですけど、まだ高2だったんでね、そんなちゃんとしたビジネス文章、レポートとかは書いたことなかったんで、小説がメインだったんで、やっぱしね、いやー、まずいんじゃないと。思いながら今、これは偉くなったな、まあ、それもとりあえずいいもんね、だらかんとってですけどね、せっかくなんで、ね、ずるずるずるって、むちゃくちゃうまいそばね、と天ぷらとね、だから多分がっつりと食べて、うわー、さあ、で、そこから、工場に移動するんです。工場もね、何工場か行ったんだよな。あるぞ、当時のレポート。残してない。あるぞ、確か。さすがに自分で書いてたんで残してあったんですよ。こんな感じでね、南高の生徒会の開放これ取ってあるやついるのかな。ちなみにね、こっちか、もう言ってるのでね、一応日本法学堂の前ここから取ってるっていう 説もあるんでね、そうなんですよ、ね、南高生といえばこれもうね、当然手に取ってもらってるはずなんですけどどうかな、こいつか、そうそう、生徒会やってたから、これの、編纂とかもやってたんですよね。で、これ99年の大会だから、これは年度末に出すか2000年の春に出してるから2001年の方だな、そうだな、N が会長になってるからこっちの方だ、これは編集委員会でやってるよな、このグラフを作った記憶ねえもんな。なんか少年ファンみたいな、それは。どこなんとかやってたんですね。これは、俺じゃねえな。これは俺じゃねえな。どれだ少年法に関するやつとかね、まとめたりとか、こういうようなね、やつを、ね、出したりとかやってたんですよね。で、違う。そこじゃなくて、あ、これだ。リサイクルね、パッとは。そしコップ3名で行ってきた、これ何やってきたんですよね。恥ずかしいなぁ。で、こんな感じでね、あったあった、リサイクル工場とかをね、新
画をしてくる人があったんですよ、うん、で、そう、あ、ここにも書いてますけどね、アペックスさんと井出彦選手さんね、そう、とか見てやってもらって、あともう一箇所、プラスチックゴミに関する、方も、あのベンダーさんなんで、そのプラスチックの方の事業もやっぱり持っとって、韓国コップがね、圧倒的に有名で、シェアも有名なところなんですけど、で、その兼ね合いで、そっちの方の一般廃棄に関する工場の見学もさせてもらったんですよ。同じく富士の方にあって、新富士があってね、うん、富士宮市か、うん、ね。で、まあ、こんな感じで、汚れを落として、そう、地獄釜っていう釜があってね、今度行った、ここね、結構暑いんですよ。まあ、夏だったんで、夏で結構その釜で炊いて、要は、紙の、古紙をガーッと、キャーッと溶かして、それで汚れをジャーッと、水使ってね、落として、それの上で、その、紙にもう一回溶かして、溶かしたやつを、また紙にして、トイレットペーパーにしていくみたいな工程のやつを全部見させてもらってね、っていうところだったんですけど、そうで、これも移動ね、道中ね、もうずっとね、タクシー2台、3台、でね、まあ、ずっとチャーター、ずっとタクシーチャーターで、見たことないような機械になりながらね、当然工場までそれなりに距離がありますからね、うん、ですから、ずっと移動して、それもずっとタクシー使わせてもらって、で、実際その工場見学して、で、実際に資料とか見せてもらったりとか、その向こうの、その工場のね、製紙工場の担当の人にどういった問題があってみたいな聞いとって、で、その時に出とったのが水問題だったんですよね。だからその水っていうところにも興味を持って、その後調べたりすることがあったんで、それは結構着目として早い段階から水問題っていうのが見れたんで、すごく実は助かってますけどね、今になって結構この世界的な水問題っていうのはすごく話題になってるじゃないですか。そこに関してはですから、たまたまこれでね、その時、なんで水が問題かっていうと、結局木の資源ではどうのこうのなんですけど、工場って結局工場の排水量でその上限が決まっちゃうんですって。今どうなってるか分かりませんけど、当時1万5000トンとかなんかそんなような話があったと思うんですけど、ちょっとすいません、単位違うかもしれない、があって、で結局古紙を使わずに新しいフレッシュな木のやつで使うと、その結局その洗浄、漂白洗浄する工程っていうのが、その古紙だとどうしても赤色が残ったりとかする。当時なんでまだね、コカ・コーラの紙コップも赤色で、それをついに赤色をやめましょうっていうのが、赤色が残っていると特にティッシュペーパーとかで血便とね、間違えちゃうって言って、赤はダメなんですけど、赤っていうのが一番残りやすいんで、すごく残るんで、その分水を使わないといけない。だから、普通の新しいそのパルプっていうんですけど、パルプから、そのトイレットペーパーを作るのよりも水の量が3倍いるんですって、洗浄するのに。ですから、その3倍の水がいるんだけど、工場の最大生産量っていうのは、国の指定だったか県の指定だったか忘れたんですけど、条例だから多分市かな、書いてあるよな。3分の1までしか使えない、その最大排水量までしか、1工場当たりの最大排水量が決まってるんで、だからリサイクルやめた方のが3倍そのトイレットペーパーが作ることができるんで、お金になるんですよっていう話があって、あ、なるほどな、そういうあれがあるんだなっていうのがありましたね。で、その時の、そのあたりのね、話はね、そう、結構、ちゃんと工程とかね、ちゃんとこうやってね、調べて、そうですよね、そうそうそう。これめちゃくちゃ、ね、結構、氷の時にしてあれ頑張って書いてるっていうか、なんだかそんな感じだったんで、これはちょっと適当に書いたんじゃダメだなって、フル活用しましたから、当時から一太郎使ってたんで、あれだとその製本で用のやつとか作れるじゃないですか。なんでそれでもガッチガッチに作って、普段部活の時なんてめちゃくちゃ適当にもうええんや、おかがきでいいやとか、チキチキとかって、適当に作ってるやつとかもね、もうちゃんと文字数とかいいや、チキチキでいいや、ビビビって感じや。今の YouTube のこの動画と同じです。結構基本的に作ってくる雑誌でも、とにかく出したもん勝ちやつでボンって出す人なんで、じゃなきゃね、そんなね、2009年の40分の動画なんてビャーってあげないんですよ。みんなちゃんとブラッシュアップするんですからね。で、
ちなみに当時で、トイレットペーパー用で、使われるので、年間約600万本の樹木が運ばれてたらしいですよ。これ、これはね、ちゃんとね、データ調べたやつなんで、間違いないですよ、当時。600万本、そうですね、使用する計算になるんですね。で、それだけの、伐採することができないで、まあ、さっきから持ってきてますよと。当然、輸入してね、してるんですけど、で、これが、大体、東京都港区、港区女子で有名な港区ですね。港区と同じ面積が、毎年、トイレットペーパーのためだけに消えてるんです。日本のトイレットペーパーも買えただけにそんなに消えてる計算なんですって。ですので、これをどうやってね、そのリサイクルに変えていくかっていうのは非常に大きいで、大事なのは、その、リサイクルの終着点の一つがある意味、そのトイレットペーパーではあるんですよ。ティッシュペーパーとかトイレットペーパーって、そこからのリサイクルはできないんですよ。っていうのがあってね、そう。では他のこういったちゃんとした紙、これ紙の密度によって変わってくるらしいんですけど、紙の密度高いやつから薄いやつをどんどん作れることができる。新聞紙とかにからそのだからトイレットペーパーとか作れる。トイレットペーパーから、は技術的にまず不可能なんですけど、その作ることがね、からもう一回この紙を作るっていうのは、だから基本的にトイレットペーパーそのまま流して捨てたりオーブンとか作るんでね、そのまま、捨てますよっていう前提のものですから、ですからここは最終終着点なんで、ここに新品とかあると思ったらね、一回その紙とかを挟んでそれをコプチになったやつをまたこっちで使ってっていうと、一つの木のやつから何回もその再利用ができるじゃないですか。こういうのを、リユースって言うんですけど、3R でいうところ、リサイクル、これがリサイクルだ、これもリサイクルっていうところでね、これはサイクルですね、そのものを再加工してるリユースの違う、これ間違えた、っていうのがあったりするんですよ。っていうことによって、だからこれはリデュースにもつながってくる。だから一番 3R で大事なのはリデュースなんで、っていうような話とかに、すっげえ真面目な話だ。ちゃんとこういう真面目なレポート書いたんですよね。そう。いうことですね。で、1ロール作るのに大体紙コップ40個分なんだって。1ロール作るのに40個分のカップを、紙コップね、レギュラーサイズの紙コップ、グーって飲んで、出てくるね、コーヒーとか出てくるあれだけ、グーって飲んで、そのままポイってするじゃないですか。40個集まると、トイレットペーパーが1個作れるんですけど、普通の一般的なね、ことらしいんで、これは、だからちゃんとそのリサイクルセンター調べて、間違いないところ、それ出どころ、ちゃんと、引用文献ありますからね。で、これが10円還元なんだ。それで、それを推進するのに、デポジットという機能をつけて、紙コップを、専用の機械のところにカチッて戻すと、10円戻ってくるよって。だから、もともとの料金にプラス10円しておいて、で、ちゃんと返してくれたら10円返ってきますよって言ってね。そう。これはこれで一文字あったんですけどね。そんな、紙コップを置いて帰り、校内の時間がどうのこうのとかって言って、めちゃくちゃ言われたんですよ、当時ね。なんで、そういった、なんか、デポジットで10円戻ってくるような技術とかあるらしいぞって聞きつけて、師匠かどっかが先に出たんだったっけな、どこだったっけな。で、話聞いて、いや、これで行こうってなって、で、紙コップの方は意外とですね、よかったな。缶の方が問題で、結局その、他の缶入れてもできるじゃないかって言って、だから、それやとどうなんやってなったんやけど、最大の目的は、だから、缶回収して、高齢者に勤めるんだったら、いいんじゃないのっていうので、やったんですよね。まあ、結果的に実は、ゴミが減ったっていうね、事実はあったりするんだけど、だから、小遣い稼ぎで10個集めたら100円になるじゃないですか。まあまあ、その、高校生にとってちょっといいじゃないですか。なんで、結構、それで、回収してね、いるやつとかが増えたんで、それでね、結果的に実はゴミが減ったっていうね、実証結果出してね、どうやって、ね、やったとかっていうのはあったりしますけど、それまではね、大丈夫だって、まあ、ただ、やっぱり缶がバンド缶持ち込まれたらどうするんどうのことかありましたけどね、まあ、結構、実証したら結果として成功っていうところになったんですよね。なんか後の代でなんか20円にして、通線切れが多発するようになって高くなったっていうような話とか聞いたことありますけどね、今どうなってるのかな。もう20年前の話なんでね。それをもっと、街ぐるみでやったらいいじゃんとかって言って EU でやってるっていうのが、進んでるのが、その瓶のリサイクルのデポジットとかですね。
まあ、今も日本でも瓶はあるから、塩瓶は回収で、とかビール瓶のね、回収とかは、そのデポジットっていうのがあったりしますけど、あ、その走りもやってたんですよ。結構ちゃんとした事業の走りやってるんですよ。これが2000年の時で、まあ、これはもうスタッフでできる前ですけど、ね、4ヶ月ぐらい前か。大体の4ヶ月後ぐらいですよね。で、なんだったっけ、なんでその話になったんだっけ。スターステ、あ、そうか、スターステールとその谷川さんあったのが、タイミングが、待てよ。そうそう。先週とか行ったんで、そこからその、ハイタニさんとやったのは、普通の、すごいな。この日、8月だって4号、すげえな。7月の21から30日まで課外授業行ってきて、21から30日までが課外授業で、日曜日も土日も潰れて、月曜日にその富士見市の、リサイクル工場の見学に行ってきて、そのレポートを書きなのまとめをしながら課外授業が8月の1、2、3ってそのまま連続になって、で4日から課外授業を抜けて、そのままあの足で広島に朝一に行って4、5、6行ってきて 8.6 週間に行ってきて、で、7日の日に、この日にあれか、ちょっとやっと資料をまとめて、で、じゃあこの時にあれだ、4、5、6のこの広島ネットのレポートを書かないといけなかったんで、うち担当だったんで、レポートを書くぞってなったんで、それ用の写真のやつまとめたりとか、実際のその時にメモしてきたやつの文字起こしとか、ぼわーっとやって、7日に、これは別のなんか打ち合わせが入っとって、9、10、11、12が、その灰谷さんを講師として呼ぶイベントがあったんで、それの準備、それの準備は10、11、12で、9日何これ、あ、天文観測会だ、天文部の方になんか呼ばれて行ったんだ、なんじゃすげえなっていう1ヶ月ですねで、そっから準備がありので、で、いつやったって通の打ち合わせが22で、23日にも通で打ち合わせをして、これがあのこの前あの通の文化センター行った時の、駅前さんも江戸前まで、江戸橋まで歩いた、ちょっとサブチャンですけどね、やつでチラッと言っとった時ですね。だからこんな感じでもうずーっとずーっと4日行ったり来たりして、で、8月25日に通の文芸道場があったんだ。これの時にその津の総合文化センターで、灰谷健一郎さんと、どんばるばっちゃんやって、どんばるばっちゃんやって、古墓校にあいの、で、結局そのまま、終わってから、この時食事させてもらったんですよね、うどん食べた記憶がある、多分あそこのレストランかなと思うんですけど、その外に出たって記憶はあんまないんで。結構そのイベントで全集中してやってたんでね、もう何じゃ灰谷健一郎さん、当然もう当時なんで、もうね、もう大ベテランの、もうね、だって論戦で言ってもね、もう論壇で言っても相当なね、方ですからね、大文豪で、ですからね、そりゃ当然ね、こっちでとね、わわわわしいんですよ。もうこっちもフルカードやると、まあ、当然全然太刀打ちなんてできないわけですよ。まあね、まあまあね、当時から喋る人ではあったんですけど、とはいえね、ちょっとここにではね、ちょっと太刀打ちというか、まあ、これがあったんで、この時の悔しさがあったんで、ちょっとトークをいろいろとね、鍛えるっていうのは、やったのはやったのはやりましたよね、っていうのはありましたよね。で、そんなことはいいんだ。で、あとなんだ、なんかいっぱいあるな。文化